ドラミちゃんハロー恐竜キッズは、ドラえもんの妹であるドラミの活躍を描いたアニメーション映画の3作目で、1993年3月6日に公開された映画、ドラえもんのび太とブリキの迷宮の兵営作品。原作は藤子、F、藤尾、監督は原圭一、脚本は西村孝子、作画監督は高倉義彦、音楽は田中公平。 映画ドラミちゃんの3作目となる今作は、セワシたちがメインキャラとなった初めての作品である。タイムマシンで恐竜時代に行くというコンセプトは、映画ドラえもん第一作ののび太の恐竜のドラミ版とも言える。劇中に白亜紀の恐竜としてウルトラサウルスが登場するが、ウルトラサウルスが生息していたと考えられていたのはジュラ紀であり、ウルトラサウルス自体も現在では、 スーパーサウルスとブラキオサウルスの化石が混合された状態で見つかった実在しない恐竜であることが分かっている。セワシの住む構造マンションに鳥の巣を発見したセワシとその友達の三重吉アントンは鳥が恐竜の子孫か確かめるためにドラミちゃんと一緒にタイムマシンで白亜紀に出発する。しかし、道に迷いたケコプターのバッテリーが切れ、歩いて、 タイムマシンの出入り口を探すうちに疲れ果てて恐竜の巣で寝入ってしまった。目覚めた時にセワシたちが発見したのは恐竜の卵だった。子育てをする珍しい恐竜、毎朝浦に食べ物をもらったアントンたちは恩返しに恐竜の卵を返そうとするが、ドラえもん映画作品、ありがとうございます。